ペーター・ロンネフェルトはドイツの指揮者、作曲家、ドレスデン出身。14歳までバルドルフ学校で学んだが、11歳の頃からピアニストとしてステージに立っていた。その後、ベルリン高等音楽院でハンス・エリヒ・ヒリ・ベンザームにピアノ、ボリス・ブラッハーに作曲をそれぞれ指示。1954年からパリ音楽院に留学して、オリビエ・メシアンに作曲。 イボンヌルフェビュールにピアノを学んだ。またヒルベルサムでパウルハン・ケンペンに指揮法を学んでいる。1956年からザルツブルクのモーツァルテウム音楽院で教鞭を取り、1958年にはヘルベルト・フォンからヤンシキ科のウィーン国立歌劇場でレペティートアを務めた。1961年にボンの歌劇場の首席指揮者に転出。 さらに1963年から、キール歌劇場の音楽監督に転じた、キールにて没。ペーター・ロンネフェルト・ディスコグス・ハット・デア・ネクスタ・カラヤン。2020年4月30日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年4月30日閲覧。アーカイブ2009年10月21日。ウェイバック・マシン・アーカイブ2020年4月30日。 ウェイバックマシンブレトスケーカー、リチャード、エッセイズズムジークウントムジークシアター、ゴールオバーラグ、P171、ルク7億6250万7720。ありがとうございます。